ネパール航空は、ネパールで唯一の国営航空会社。また、同国のフラッグキャリアである。本拠地はカトマンズ。2013年現在、ネパール国内外24都市に就航。ネパール航空は、1958年7月に、ロイヤルネパール航空として設立され、DC-3 型機を使用して、当初は、スマラ、ポカラ、ビッドナガルなどの国内線と、 国際線として、インドのデリー、コルカタ、パトナに就航していた。1970年代には、デハビランドカナダ DHC-6 ツインウォッターや、ピラタス PC-6 といった、山岳地に適用した機材を導入し、山間部への国内線に就航させた。カトマンズ空港の滑走路延長に伴い、アブロ748、ボーイング727、 後にボーイング757を導入した。2006年、当時のギャネンドラ国王独裁に反発した民主化運動の発生に伴い、社名のロイヤルが外され、現在の社名に変更された。2009年のドバイ航空省で、エアバス社との間で A320 と A330 を発注することに合意し、A330 は東アジアヨーロッパ路線に、 A320 は中東、南アジア路線に投入する計画を発表した。2013年以降、ネパールのすべての航空会社は、安全性の問題から欧州連合域内への乗り入れを禁止されているため、ヨーロッパへの全便の運航停止を余儀なくされている。2019年8月に、関西国際空港カトマンズ船を開設したが、 成田線の就航計画に伴い2020年2月をもって、関空線を運休。同年3月より、成田空港カトマンズ線を就航させている。ネパール航空のエアバス A330 から2002013年4月に、エアバス A320 の、シャークレット装備及び RNP、AR 侵入方式対応機、X2 機の導入を決定した。 2018年に航空キリース会社ハイフライ経由で、エアバス A330 から200を導入。2019年7月現在このほか、国内線として25カ所に運行している。ウィキメディアコモンズには、ネパール航空に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。